第3空軍はアメリカ空軍、在欧州アメリカ空軍参加の航空軍。司令部はドイツ・ラムシュタイン空軍基地。アメリカ陸軍航空隊の部隊として1940年にフロリダ州マクディール基地で設立された。第二次世界大戦においては1943年までアメリカ合衆国本土南東部の防空担当部隊であった。 その後は、主に訓練担当部隊となっている。1946年には、戦術航空軍団に移管されたが、間もなく編成解除された。1951年に、在欧州アメリカ空軍の部隊として、復帰編成された。司令部は、ロンドン近郊に置かれた。ヨーロッパにおける、戦術任務のほか、戦略航空軍団に対する兵団支援を行った。 1986年には、エルドラドキャニオン作戦に参加しており、1991年には、湾岸戦争にも投入された。1996年には、第17空軍の編成解除に伴い、在イギリスのみならず、在ドイツの空軍部隊も参加に収めた。2005年には、第16空軍司令部のドイツ・ラムシュタイン、空軍基地中、 欧州航空軍団司令部 HQ エアーコマンドヨーロッパの設置に伴い、第3空軍司令部は一時、編成解除された。2006年に、第3空軍司令部はラムシュタイン空軍基地にて、復帰編成された。これに伴い、第16空軍は縮小、トルコに移住している。2007年時点においては、在欧州アメリカ空軍唯一の航空軍として、機能している。 ありがとうございます。